姫香です。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は姫香の前髪の作り方紹介です。イエーイ。はい、最近よく前髪の作り方を聞かれるので詳しく紹介していきたいと思います。それではどうぞ。姫香が使ってるアイロンはサロニアこれです。230度まで上がります。で、姫香は160ぐらいでやってます。なんか前髪も痛むらしいんですよ。で、前髪が痛むとなんか水分を吸収しようとしてなんかうねるらしいので温度を低めにやっています。なんか片言みたいなそう、なんか別に温まる前にちょっとなんか熱を通しといて癖と逆の方にこうやります。そして冷める前に癖をなくします。こんな感じで。じゃあ始めます。まずこういう横の長い毛と普通の長さのところを分けます。そして櫛を通して根元はこうちょっとこう潰す感じでこうやって毛先だけこんな感じでやります。そしてこうなんか定期的にアイロン通すたび櫛するって感じです。なんか浮いてる。これを綺麗になるまで何回も何回も繰り返します。なんか浮くんだけど。そしたらひとまとめでやるのをやめてうねってる部分だけ少しずつ綺麗にしていきます。真ん中の方が浮いてるのでちょっと直しますね。今こんな感じです。そしてこの横の毛をやっていきます。なんか前右はうまく外側に向くけど左側は向かないみたいなそういうのを聞いたんですけど、姫香もこっちどんだけ頑張ってもこうなるなと思ってそれで発明した方法があってこうやるじゃないですかみんな。だけどそうやったらならないので押しつぶすんですよ。こうやってこうやって押しつぶして無理やりこう外側に向けて、ほらすごくないですか。こんだけ前髪の研究の成果をこんな感じで外側に向けます。そしたらこっちは別に普通に向くので普通にこうやってくるんでこんな感じです。そして櫛を急いで通す。ちょっと気になるところ直しますね。こんな感じかな。そしたらアイロンやってる途中に一旦こういう100均のベビーオイルとかなんかワックスより姫香はオイルの方がいいからオイルを使います。これは100均です。本当にちょっとだけ毛先にこんな感じ。アイロンの最後にやったらベタってなっちゃったりパサパサの状態でアイロンするとうまくいくことが効かなかったりするから途中でオイルを塗ります。この辺に塗ったら全体的になんかベタって見えちゃうので毛先だけ塗ります。こんな感じです。そしてもう一回さっきと同じように真ん中の毛を取って、もオイル塗ってからやると言うこと聞きやすいんですよ。でもなんか今日めっちゃうねってる。わかるかな。ちょっとうねってたりするの。なんかみんなにえいつも通りだよって言われるんですけど自分的には気になるんですよ。自分が納得いくまで30分ぐらいかけてやったりする日もあるし、雨の日とかアイロン持ち歩いてるんですよ。前髪気にしすぎてポッケに入るぐらいのサイズの。こんな感じ。あと夢香は綺麗な前髪を意識してるので毎日切ってます。毎朝アイロンした後1ミリぐらい。アイロンはこのぐらいで、あと余熱でなんとなく直すって感じです。なるほどですね。そしたらまとめ樹でここのぴょんぴょんしてる毛を押さえます。こんな感じでギュッてやったらベタってなるのでこんな感じちょっと浮かしてふわみたいな感じでやります。こんな感じです。そしたらケープは櫛に直接かけてこう内側にケープします。内側から固めると崩れにくいんですよ。外側だけで固めるより。だからここにケープをつけて切ってあります。そしたら根元だけにケープをかけます。いっぱいかけたらダメなんですよ。なんでかっていうと、あと毛先もダメな理由です。なんでかっていうとこう櫛で直したいんですよ休憩中とかに。だからでもケープつけると直せないじゃないですか。だからちょっとシュッシュッシュッみたいな感じにして櫛で直しても大丈夫なように朝からそういうことを気をつけてます。こんな感じです。なんか今日うまくできなかったけど完成です。はい、どうでしたか。なんかでも本当に前髪がうまくいった日はもう
なんて言うんだろう、今までにないぐらい幸せって思うぐらい、ゆうが前髪を気にしすぎてるんですね。で、前髪を気にしすぎて、ちょっと最近授業中とか、やばい、前髪大丈夫かなみたいな思って集中できないんですよ。だから姫香は今皆さんに前髪の作り方を教えたので、コメント欄で前髪を気にしない方法を教えていただきたいなと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。